皆さんこんばんは、MK です。ピクミン4パート19やっていきましょう。今回は探索14日目進めていければと思います。ピクミン3までにはなかった遭難者を助けるという要素をかなり進んできて、本拠地も賑やかになってきましたね。こうやって人が増えていって遊びも増えていくのがなかなか面白いよねと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして前回葉っぱ人から助けたのはあなたか、段取りバトルと書いてましたが、小次郎さん、よう助けてくれてありがとな。足は桃山建設で親方やってる小次郎ってんだ。家を追っ立てるのも人助けも段取りが命。想像力がなきゃうまくいかねえものよ。足と段取りバトルの特訓でもするっていうのはどうだ。バッチリ想像力を鍛えてやるぜ。なんかいいものをくれるんだったらもちろん特訓しますけど、一応やっといた方がいいのかな。そう来なくっちゃな。お前さんが腕を上げたらいいものをやるよ。やっぱそうか。てお前さん、ん、なんだ、段取りバトルなかなかの戦績じゃねえか。はい。おお、いきなりくれた。あ、小次郎さんと直接対決するってわけじゃないのか。ゴールド以上獲得する。はい、なんとか取れました。資材30ゲット。これは足からの気持ちだ。すまねえ、話が逸れちまったな。それじゃあ始めようか。段取りの特訓をよ。ゴールド以上3つ以上獲得で次のミッションクリアですね。あ、なるほど。これ、オリマーなのかわかんないけど、オリマーっぽい葉っぱ人と戦ったやつのリベンジ戦ができるのか。いや、だとしたらやっぱプラチナ揃えたくなっちゃうよね。戦場のおもちゃ箱。プラチナ取りに行きましょうか。前回はゴールドしか取れてなかったんですけども、プラチナを取るには、稼いだポイントの差が100以上である必要があると。任してくださいよ。だんだん段取りもね、MK さん上手くなってきましたから、ハイスコアが前回の63か。まあ、いけるでしょう。これさ、相手を妨害するってのもね、結構大事なんですよ。まずはピクミン増やしますよ。はい、乗って、ピクミン増やします。1、2、あ、どこ行った今の。違う。あぶねえな。ちょっとやってること違う。待って。君たち。いきなり違う方行っちゃった。待って。いないピクミンがいない。はい、ここでピクミン増やしますよ。で、こいつももう倒しとこう、厄介だから。はい。そしたら、そこだな、プレミア品、まずは1号を回収します。そしてペレット層があるので、そのペレット層でさらにピクミンを増やしましょう。ちょっとみんなこっち来て。ちょっとそいつ危ねえな。そいつ危ないので先倒して1、2、3、4、5で、もう君は回収、あんまそいつ運ばなくていいから。で1で、ここも運ぶよ。はい、1で、ちょっと待って、そこのチャッピー大丈夫？なかなか怖いんですけど。待って、オッチン、じゃあこれ運んどいて。で、これやってる間に、はい、暇なピクミンたち来てもらって、大丈夫。うわー、でも、あそこのチャッピーに手かけるのはさすがにまだ早い感があるから、まずは金塊をここで壊しといてもらって、君怖いから、はい。倒します。あそこのチャッピーはまだだな。はい、で、運び終わった君たち、こっち来てください。ピクミン増えてきましたね。かなり増えてきましたよ。そろそろ、チャッピーいけるかな？チャッピーやっちゃっていいっすか。はい、君たちもみんなこっち来て、みんなこっち来て。で、こんだけ人数いたらいけると思うんだ。凍らせればすぐっしょ。はい、ここぐーっと貯めて、ほら、プレミア品で差をつける。お、今度はそれチャッピー、コチャッピー、どっち？あ、コチャッピーだな。待てよ、だとしたらこいつを倒したら、今度はコチャッピー運びます。はい、あ、これちょっと待って、みんなあれ飲んどいて。で、ここさらに乗って、コチャッピーを運びたい。ちょっと待って、まず1、2、3、4、5、こういうところは回収しておく。1、2、3、金塊もよろしくお願いします。で、うわー、コチャッピーでしょ。ちょっとあそこ行くか。いやー、でもそれ壁壊さないと通り道がな。1、2、3、はいはい、オッケー。これさ、ちょっとみんなさ、壁壊してくんねえか、先に。よし、オッチンもそれ壊すの手伝ってあげて。で、そこ、あ、待って、これ、いけ、よし、オッケー。で、君それ、あー、食べられた？今どっち食べられた？今どっち食べられたかわかんないんだけど。うわ、チャッピーも来たな。待て、落ち着け。だとしたら、あいつ今倒してくれてんだよ、オリマーが。あれを奪おう。1、2、3、4、5。よし、オッケー。で、チャッピー倒してくれてる。そいつ奪います。で、はい、そっちにヘイトあるうちにこいつ運びます。はい、ここ運んじゃいます。で、はいはいはい、いいよ。おい、あ、相手のオッチン、モス倒れたぞ。
相手のモンス倒れた。いけいけいけ、今のうちに運ぶぞ。待って、オッチン、オッチンどこ行った？オッチンまだ壁壊してる。オッチン、オッチン、こっちこっちこっち。で、あいつ運ぶから、オッチン手伝ってあげて。よし、オッケー、いいぞ。かなり差がついてきたんじゃないの？で、君たち123。で、123、うわ、やばい。ちょっと待って。その、なんか新しいプレミア品が来た。君たち回収して、プレミア品、これだね。123。あ、モス復活してんじゃん。なんでモス復活すんの？待て。あいつやばい、あいつやばいわ。あいつ食うだろ。おいおい、食うな。よし、オッケー。で、これも運んどいてくださいね。ちょっと待って、こいつ邪魔してくるんだが。123。で、オッケー、いいぞ。かなりいいぞ。で、オッチン、ちょっとこのリンゴ運ぶの手伝ってあげて。オッチン、リンゴ。よし、オッケー。で、そこ戦ってくれてるな。味方か敵かわかんないけども。で、ちょっと暇人部へ一旦吹いて、今、これもプレミア品だね。はい、プレミア品回収するよ。1234567。ちょ、みんな来た？こっち来た？よし、オッケー。そこまだ足りてないね。そこ運んでもらう。おい、やめろ、邪魔すんなよ。あとは、プレミア品はどこ？あったプレミア品。はい、これも運ぶ。いいよ、今100ポイント以上差がついてる。今かなりいい。ちょっと待って、バンドリ力いいぞ。100ポイント以上差ついてます。この調子でいきます。オッチなんか運んで。オッチこれ運んで。オッチ適当にそれ運んで。で、じゃあこの金塊も多少集めとく。やばい、邪魔しに来た。あいつ邪魔すんな。邪魔すんな。これはこっちのもんだ。はい、プレミア品運び込みます。で、あと30秒。いける。そこのプレミア品は、これももっと突撃運べ、みんなで。待って、さらに、オッケー、いいぞ。え、24。え、そんな運べんの？段取りバトルだったらさ、2倍までしかダメとかそういうのないのかも。はい。で、ギリギリまで戦いますよ。10秒でしょ。いける。これ回収しよう。いや、もうこれ、なんなら150ポイントくらい差ついちゃうんじゃないの？はい、君たち、それ運ぶの手伝ってあげて。それ運んで一緒に。じゃあ、無理か。まあ。150ポイント以上差ついたぞ。いや、これプレミア品超大事だな。オッケー、プラチナゲット。100以上の差で圧勝した。もう大丈夫です。はい、これでプラチナ2個取れましたね。今後もオリマーと出会ったら、今度は一発プラチナ狙って頑張りたいと思います。ってことは、多分さ、段取りチャレンジ系も誰かを助ければここでリベンジできるようになるんだ。うわー、じゃあやっぱ段取りチャレンジも全部プラチナ取りたいな。そう、前作のね、ピクミン3デラックスにさ、サイドミッションみたいなの、サイドミッションじゃねえな。なんか、サブチャレンジみたいなのがミニゲームであったんだよね。あれに近いよね。お前さん、なかなかいい段取りだったぜ。はい。あ、特に報酬はなし。わかりました。そしたら報酬くれそうな君、順調に洞窟を踏破しているようですね。報告を聞かせてもらいましょう。お、10箇所以上探索で、また30資材ゲット。僕は君に洞窟の心を伝えていきたいんですよ。引き続き洞窟探索に励んでほしいものです。あ、わかりました。15箇所以上ね。なんか私があなたに教えてるような気がしちゃうけどね。一応あなたが私に教えてるっていう体なのね。そして、はい、厳選生物も数かな。これはなかなかに上々ですね。私の中の何かが満たされていくのを感じます。おお、50種以上発見。これでまた資材ゲット。ああ、実に興味深かったです。新しい子を見つけたらぜひ聞かせてくださいね。はい。厳選生物、次は75種以上。結構いるんだね、今作。75種、100種ぐらいいるんじゃない？もしかしたら。結構な量だぞ、そしたら。そして、あなたも新しい人かな？こんにちは。ミカワンと申します。高校の教師をしております。はい。生徒たちの引率でこの星にやってきました。助けていただきありがとうございました。はい。そしてミニチャレンジは、私が引率してきた生徒たちを全員探し出してもらえませんか？まあそうなるよね。私立レイアン学園高等部の地学部員はシーバさん、キシウさん、カイさんの3名です。このままでは親御さんに合わせる顔がありません。どうかお願いします。まあそうだよね。わかりました。任せてくださいな。そしたら、あとは、あなたもか。なんだ、葉っぱのところにいますけど、
研究者かなんか。オイラはベリアン、環境生態学を専攻しているんだほう。未知の星が見つかった。しかも未知の生き物もいる。そんなことを聞いたらいても立ってもいられないだろう。そうですけど、オリマーを助けようって発想にはなんなかったんですかね、その救難信号で。すぐさま調査団に志願したんだ。はい、あなたのミニチャレンジは、早速だが君たちに頼みがある。オイラ、笛とピクミンの関係性について研究しているんだ。それは気になるよね。どれくらい多くのピクミンを引き連れられるのか、引き連れられる数が増えても笛で呼べるのか、オイラ知りたいことが山ほどあるんだ。ってことで、隊列が増えたら教えてくれよな。え、お、もうこんなにピクミンを引き連れられるのか。お、なるほどね。ガーリップの回収の数か。はい、これとりあえず30。おーっと、また30。君ってすっげえな。もっと引き連れてみてよ。あ、ガーリップを次は6個以上だな。最終的にはガーリップが8個あるっていう解釈なのか。どうなんだろうね。ちょっとその辺はわかりませんが、そして 100% ニエリアにしましたよ。ほほう、きちんと仕事は進めてますってか。俺様にごまかしは効かねえぜ。もちろん 100% にしてきましたから。なるほど、まあでも終わっちゃいねえ。続きをとっとと済ませな、新入り。なんか高圧的だな。わかりました。次は3エリアね。そして、お、結構資材集まったから、開発お願いしてもいいですか？くくく、我は新たなアイテムを考案した。手元の資材で試作品を作ってあるゆえ、開発ラボをチェックしていくがいい。もちろん、よろしくお願いします。我の力が必要か、アイテムで追っかけ爆弾。狙った獲物を追い続ける追尾爆弾だ。おお、追ってる追ってる、強い。自然界では追う者の方が優位に立てるのだよ。深いこと言うね。ターゲットを追尾する自走式の爆弾だ。なんかボム中みたいだね。動きの速い原生生物に使うのがいいだろう。わかりました。まあでもプラスで買うことはないかな。で、あ、なんだこれ、サミダレパンチ。トリプルパンチを繰り出せるようにしてやろう。水滴が、岩をも砕くがごとく、手数で応戦するがよい。これあったよね。歴代ピクミンにも。ピクミン2?1 とか2かにあったよね。なんか、ビンタが強くなるやつ。はい、ありがとう。ふんばり、これさ、サーモ、おっち、これさ、前回さ、フレアが絶対あった方がいいと思ったんだよ。なんだけど、ライフパックが先なんかな。まずちょっとライフパック買いますわ。はい。で、ライフパックプラス、これも買います。はい、オッケー。これで、結構強くはなった。で、オッチンのライフパックも買います。はい。オッチンの体力も増えました。オッチンのプラスも買う？エアアーマー、これは空気の壁で宇宙服へのダメージを抑えてやろう。目に見えぬものさえ利用するのが科学なのだよ。ほう。なるほどね。いや、ちょっと嬉しいけど。いやー、待って。まずこういうとこかな。なんかさ、オッチンの方が重要なんだよな。これ、フレアガードするにしても。かぁ、どうすかな。ちょっとさ、ここまで炎多かったからさ、ここから氷が増えるっていう読みで、先にサーモカイロどっちも買いましょう。うわぁ、結構資材減っちゃった。望みのものがあるならまた来るがいい。また集めてきますね、資材。そして、オッチンの特訓は2あるけど、なんかできることありますかね。訓練させてください。で、2だと超怪力か、30までいける。噛みつきも倍ほど強力。まあ、ありだな。突進の障害、あ、これは今無理。犬かき。あ、もっと早く泳げる。これはいらないかな。うわー、どうしよう。超怪力か、噛みつきが欲しい。まあ、超怪力だよな。これ結構強いんだよ。よし、オッチン一匹で運べるやつがでかい方がいいからね。はい、やみつきボーンもまたもらいましたと。そしたら下準備は、こんなもんかな。向かいましょうか。新たな地に。準備完了。ビーグル号はいつでも出られます。探索に行きましょうか。こことここ 100% にしてるんで、順番的には次、ここですね。常薙の浜辺。ここでも複数の救難信号がありますと、もちろん全員助けますよ。これ毎回毎回 100% になるように、調整されてんのかな？そう、歴代ピクミンだとね、あ、オニオン類ある。嬉しいね。ガーリップでもいいけど、新しい色のオニオンが欲しいな。そう、これまでだとね、奥の方で新しいピクミンをゲットしないと、手前の、ステージが 100% にならないとかがよくあったんですけど、今作は毎回毎回100にしていけるような仕様なのかな？まあまあまあ、どっちでもいいですけど、ここは海だよな。まあ、青ピクは結構集まってるから、なんとかなるんじゃない？お！出た！ペロチャッピー。こいつ強いからな。舌をなんかペローンって伸ばしてくる。うわー、すごい綺麗。うわー、すげえ。
めっちゃ綺麗。いたな、このなんかメダカみたいなやつ。ヘイピクミンにもいたよな。うわうわうわ、ここ待って、ガーリップまずないか探したくない？資材が今右側にあったね。なんか連絡あります？ないんかい。マップ見て、あ、まだわかんねえか。とりあえず、青ピク、青と氷が推奨。まあそうなるよな。青、なんなら青60でもいいと思うんだけどな。まあでも氷もいるのか。じゃあ40、20ぐらいにしよう。はい。青40の氷20。で、ガーリップを優先的に集めますよ。はい。みんな来てもらって。で、まずこの資材でも運ぼうか。1、2、3。こういうとこは別に氷ピクミンである必要ないもんね。よし、オッケー。そしたら、周り。うわ、朝顔も綺麗だね。まあ、ペレットとかは後でいいかな。あ、うわ、いきなりあそこ、モスとオリマーがいるぞ。いきなり段取る。いや、でもさっき段取ったしな。ガーリップとかね、あった方がね、段取りバトルも絶対有利。あ、段取りバトルってガーリップ考慮されんだっけ。ちょっとその辺は、スイカ運ぶか。ほい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 。で、ほい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 。いいね。ここ凍らせて、凍らせたら、あとは青ピクでもダメージ与えれるので、これで一気に行きましょう。ちょっと、ロックオン手前にしたい。ほい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 。で、氷ピクミン浮いてるけど、まあ80とか、100？ ちょっと待って、100？ オッチンっていけるの？うわ、100は無理だわ。100はちょっと今運べないっすね。うわー、そういうこと言ってくるんだな。これ何これ？びっくりした。サンゴか何かか。で、うわ、何それ、スポンジだ。食器用スポンジ。うわー、出た、待って、うわー、出た、ダブル。びっくりした、こいついたな。ちょっと待てよ、その奥のやつも気になるんだが、これつぶらけめくじだったかな、なんかいるよね。こいつはね、一回出すんだよ。ピクミン3とかにもいたんだよな。はい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 。このね、でかいバージョンのザリガニもいるんだよね。今はいないけど。待て待て待て、せっかくだから運び込みたいもんだよ。うわー、待て、落ち着け落ち着け。ここで、はい、突進して、で、あれ、ちょ、出てきて。はい、突進して突進、来い、ナイス。で、ここで、あい、投げる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 。まあ、オッチンの突進でもいいんだけどさ。いやー、これじゃあこれ運んどいてください。で、こいつ後ろのとこ狙うんだよね。待てよ、そこを、はいはいはい、狙っていく。青ピクミンで攻撃。あれ、こいつ、あー、なんだ、潰れた。こいつどういう攻撃方法。インク、インク、インク、インク。尻尾についてる分。うわー、気持ち悪い。めちゃくちゃ気持ち悪い。めちゃくちゃ気持ち悪い。ちょ、真っ黒、真っ黒なのダメ、真っ黒なのダメ。食べられちゃうよ。真っ黒だとそれ、多分ね、歩き回ってね、あいつに捕食されるわ。オッケー、ナイス。気持ち悪い。そう、尻尾だけになんだよね。今までもそうだったわ。歴代シリーズにもいたよ、こいつ。2でさ、めちゃくちゃでかいケメクジがいるんだよな。うわー、あいつなんだ、なんか名前とかまで覚えてないけど、なんかいたよね。はい。で、これ運んどいて、でかい、あれ、スポンジ。で、まあ、桃とかもあるなぁ。奥、うわ、あいつなんだったっけ、山真珠だったかな名前。あいつさ、食べてくんだよな、確かな。あ、めっちゃ軽いわ。これ、オッチン一人でいけるっしょ。ちょ、オッチン運んどいて、それ。で、あー、こいつ、出た、ダンゴナマズだ。ダンゴナマズはいいんですよ、すぐだから。こいつそんな強くない。よしよし。あれ、ピクミン困ってる。ちょっと待ってね。そっちか。あー、なるほど、引っこ抜きが必要だ。待て待て、いった突撃でいいよこれ。突撃突撃で、あー、凍っちゃった。あ、でもそれいいかも。よし、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。それ引っこ抜きね。はい、君たち引っこ抜いてください。ほいほいほい、氷ピクミンも行って。で、うわー、そっちも結構いるな。うわー、やっぱオリマーいるんだよ。でも遭難者助けないと。で、君たちもそれ運んどいて。1、2、3。あとは、あー、橋を渡さないといけない。まず、まあ、運べるものを運んで、そこで、あれ、行けます。ちょっと君たち暇人の方、こっち来てください。10、うわ、出た、こいつもいた。こいつさ、岩ピクがいいんだよね。岩ピクでさ、あのハサミ壊すんだよ、確か、ピクミン3の時はね。うわ、でも周り水出てくからしょうがねえな。待て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 、こいつね、めっちゃめっちゃめっちゃ行ってくるから。ほい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 、凍らせるか、凍らせるか、凍らせるか、凍らせろ凍らせろ凍らせろ、ナイス。食べられる前に食べろ。パンチパンチパンチ、オッケー、ナイス。うわ、待って、まだいる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 。突撃、いけ、違う、あぶねあぶね。うまく凍らせてくれてありがとう。よかった、今やらかしたかと思ったね。で、
はい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 。まずこれ壊しといてください。氷ピクミン、氷ピクミンは、氷ピクミンはダメ言ったら。え、早く呼び戻る。まだ、一匹か、二匹ぐらいいたのか。ちょ待って、大丈夫か？青ピクで、ここ攻撃。うわ、今氷ピクミンもったいなかったな。そうなると。ごめんね。普通に。まず暇人部、ちょっと暇な人こっち来て。そこの資材も運びたいけど、オッチンがいねえわ。オッチンも来て一緒に。あ、今花しかいないね。来てくれてる。オーケー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 。ジューペレット持ち帰りたいとこでもあるが、別にだよな。こいつは、ちょ、さっき、こいつ運んでって言ったら、凍らせようとしてたみたい。はい、オッケー。みんなありがとう。で、はい、暇な子たちもこっちおいで。そこの資材は運べます？わっ、なんだ、自由の女神みたいなのあるけど。自由の女神もお宝ですか？1、2、まあまあまあ、とりあえずみんなでこれやってもらおうか。はい、行ける子たちそこ行って。で、行けない子たちこっち来て。これ行ける？これ、オッチンで落とすのかな？ほい、あー、来た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 、20！あ、ギリギリいけんな。あ、でもこれ、オッチンで行ってもらおうかな。はい、オッチンこれ運んで。で、これやってる間に、はい、残りのみんなはここ突撃。いいよ。めちゃくちゃいいんじゃない。あ、なんかあったね。待って、ゴルフボールみたいなやつがある。うわー、今、ポリピクミンしかいねえな。ちょっとこれ、MK さんテクニック。あー、無理だわ。オッチンで、引き出してから氷ピクミンに運ばせようと思ったけど、オッチンもこういうの運んでくんねえんだよな、水辺にあると。で、うわー、待って、ここも危ない。あ、ここもお願いしていい？ちょっともう段取り良すぎない？ MK さん、段取りバトルと段取りチャレンジでさ、鍛えすぎて、普通のステージを攻略する段取りがめちゃくちゃいいんだけど。で、君たち、はい、引っこ抜かれて、君たちをゲットする。で、はい、暇な子たちもこっちですよ。うわー、待って、この、道中の原生生物危ねえな。そいつ倒しとこう。ほら、こいつこいつこいつ、団子ナマズ団子ナマズ。おら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 、おい、オッケー。あれ、あれ、倒しきれてない。倒しきれ、食べないで、もう、無駄な犠牲を。出た、こいつ。いたよな。待てよ。ほい、ほいほいほい。こいつ一発なんだよ。オッケー。ピクミン3かな、こいつは。あれ ?1 とか2にもいたっけか。ちょっとその辺は覚えてませんが。あれ、あ、もう終わってんのね。あとは回収するだけと。で、こっち側もなんかあるか。はい、壊してください。ちょっとこれ段取り良すぎるな。今日。どうした？MK さんの段取りが良すぎる。ちょっと犠牲が多少出てますけども。ほい、引っこ抜いて。壊した？で、君たちも回収。君も回収。オッチンもせっかくだから一緒に行くか。やっぱオッチンの怪力上げとくに越したことないな。100ぐらいまで運べるようになるだろうから。お、びくしょ。何？水引いた？待って、これそういうこと？時間で水の満ち引きが変わるのか？あれ？水が？この辺りは午後から引き潮になるんですね。これで探索しやすくなりますよ。面白い！なんだそれは！なんだその要素！めちゃくちゃ面白いじゃん！なるほどね。午後になると、潮が引くから、この水辺を探索できるようになるんだ。ちょっと天才か？任天堂よう思いつくな、こういうの。で、こいつ叩いて、そこオッチンなんだよな。なんか、一応壊しとく？なんか出ます？ほい。あー、サイコロだ。サイコロ何回か回収してんだけどな。同じお宝もちょこちょこあるよね。まあ、ピクミン3でも同じ、果物とか何個もあったりしたんで。それの一種というか、その流れだと思いますけども、団子ナマズ運んでもらって、あ、ちょうど青ピク34匹。はい、これみんなで運んじゃってください。あれ？あれ？ちょ、なんで1匹帰ってきた？ほら、あ、出た！こいつ、なんだったっけ名前。あ、激辛！ありがとう。あんま激辛とか使ってねえんだよな、正直。あ、いけるな。いけるけど、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。ガーリップとかをゲットしてからの方がいいんじゃないかと思っちゃって。あいつちょっと後半にしよう。はい、君たち回収して。はい、君たちも回収。いいんじゃない？いいんじゃない？かなりいいんじゃないの？はい。これで全員いる？ 60 匹ナイス。そしたら、うわー、さっきのスイカはでも運べないもんな。これも上に行けるわけでは、あ、あるね。上ちょっと行ってみようか。うわ！なんかいるよ。君何？
ぴょん。なーでと、なんだ君か。わあ、びっくりした。うーな、待って待って、岩が、ちょっと待って、落ち着け。なんだこの岩、岩まずいな。岩に誘導してこいつ倒すってのはどう。ここの通り道にさ、うわ、あいつ隠れた。おい、出てこい、ほら、行って。ちょっと待って、やばい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 、回収回収回収。で、こっち、あー食べられた、違う、泡か。こいつ岩当てたいんだけどそういうわけにもいかんのか。おら、倒せ倒せ倒せ、ナイス。とりあえずこの玉ねぎガニは倒しました。うわ、これダメだな、運ばせるとやらかすな。なんだ上の岩、上の岩どうにかしないと、これ多分どうしようもないわ。誰だ、うわ、あいつか、もしかして。確かにこの辺り明らかに出た、あいつ。ちょっと待って、二口どっくりってやつですね。二口どっくりの幼虫ですよね。あいついたんだよ、昔からあいつやばいんだよあのね、赤い二口どっくりとかも後半いてさ、赤いやつはマジでやばいのね。あれ出た、こいつを後ろから叩く。いけ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 、倒せ。やばい、あーぶねーやぶねー、今やらかしたかと思った。ちょっと待って待って、あー何やってんのみんな、ちょみんな何やってんの、なんでそういうことになるんだろう。で、待って、これ何、やたらでかいけど、卵の怪物出てくる。あーよかったはい、みんなチューチュー吸ってください。下には落ちないでよ、はい、下には落ちないで吸ってください、下には落ちないでください。よし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 、こんなもんか。みんな鼻鳴った、大丈夫、氷ピクミンも、ああ一体だけつぼみ。はい、じゃあみんなでここ花にして、うーわ、あの二口どっくり運びたかったな本当は。で、なんだこれ、スターフルーツ、ドラゴンフルーツみたい。わあびっくりした、ここにもいる。ちょ待てよ、ちょ待て、ちょ待て、ちょ待て、こいつマジやべえから、ほっとくと、こいつほっとくとやらかす。おら待って、なんでなんでそんなさ、オッケー殺した。あぶ、待って、まだいるまだいるまだいる、優先だ優先、こいつだマジで、こいつやばいから。おらおら、くそ、待て、一旦回収、出てこい、来た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 、おっちんの突進で、ほら岩出せ、岩岩出せ、ほらこれで、うわーもうなんでこいつ、ほらほら、オッケー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 、倒せ倒せ、危ない、ちょっと大丈夫大丈夫か、よかったよかった、あ回収回収回収、危ない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 、今やらかしたかと思ったね。待て、こいつだけはマジで倒しとこう、今日倒しとこう。おら、いけいけ、ナイスー、運べる、ちょっと怖い、ちょっと怖いか、運ぶの、いけるか、どっちから運ぼうとする、左側から運ぶならやめといた方がいい。オッケー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 、右側からだったら大丈夫だわ。で、お宝も回収したい。はい、突撃。待って、これ時間ねえな。多分ね、これ時間やばいから、みんな、もっともっと協力して運んだ方がいい。はい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 。壊した？それ、ナイスオッチン。オッチンもああいうの壊してくれると嬉しいね。これ、オッチン回復できますか？よし、オッケー。体力回復。びっくりした。こういうのも今のうちに、水超綺麗。水の描写めちゃくちゃ綺麗になったよね、ワンツースリーと比べて。まあスリーも結構綺麗だったけど、うわー資材いける、ちょっと怖くね、資材時間間に合います、一応やっといてもらおうか。ほい、まあ1匹しか残んなかった、なんだ、ああいうね、ブドウ系はね、身で運ぶか、あびっくりした、ピクミンだと思ったら違った。あのね、一個一個の身で運ぶパターンもあるんだよな、あれどうなってんだろう今作は。あーそこ落としといた方がいいな絶対に。待てよ、オッチンがいるからできるから、これちょっとオッチン下ろしてあげて。よし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 、で明日からの探索を楽にする。でみんな回収、はい、でこっち来てもらって、うわー地下の洞窟もたどり着いたんだけど、一旦なしだな、一旦ちょっとなしだ。でみんな、あでも逆にありか、逆に洞窟入っちゃって1日得するってのもありっちゃありだな。はい、みんなこっちで60匹だな。待てよ、これ MK さん叫んでるわ、あの洞窟入ります、あの洞窟に入って終わる、そうせ、いやこれさ、洞窟にいる時に時間が終わるのかっていうのも MK さん気になってんのね。それのテストみたいなのも兼ねてちょっといがしてください。洞窟にこのタイム、うわ危ない、くしゃ、タイムオーバーになってから入る、そうすると無限なのか時間は洞窟で。
入る。はい。海底リゾート。水に囲まれた美しい景色はまるで海の住人になったかと思うほど幻想的だ。陸地が少なく水場が苦手なピクミンはあまり活躍できなかったが、つかの間のリゾート気分を味わえたと。30、30、いや、40、20かな。MK。いや、でも、30じゃないと凍らせれない足場とかがあるから、おすすめで30にしてる可能性がある。よし、じゃあ次回は海底リゾート1回から頑張っていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、なんか怖そう。